名張市は、三重県西部、伊賀地方に位置する市である。伊賀盆地南部に位置し、周囲を、山野や赤目48滝や京地形といった渓谷を、含めた、美しい自然に囲まれ、四季折々の鳥の鳴き声などの自然の音を感じながら、暮らすことができる。名張市は、近鉄大阪線の沿線にあり、大阪府諸都市へ、約60分の位置に存在する。 そのため、大阪府のベッドタウンとして発展し、長らく、大阪都市圏に包括されていた。また、1980年代前半からなばり、東道家の家門であった、気境にちなんだ、気境が丘の開発をはじめとした多くの、大規模住宅地が造成され、人口が急増した。初期に、気境が、丘と命名されたことから、その後に開発される、 住宅地についても、ツジが、丘、梅が丘、ゆりが丘、さつき台、すずらん台など、花の名を冠した、住宅地が造成されることになった。しかし、2000年頃以降、より、大阪方面へ、資金の奈良県柏市等で、住宅開発が進んだほか、都心回帰傾向もあり、世帯、人口共に減少傾向が継続し、高齢化も進んでいる。その結果、 近年の国勢調査では、大阪都市圏に含まれなくなっている。名張市中心部周辺の空中写真名張市、中心部周辺の空中写真。1974年撮影の3枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。万葉の昔から宿駅として開け。 人身の乱に際して、大甘王子が東国へ逃れる際にも、統治を経由した。コンデニエー永年資材法の施行以降、東大寺の荘園として、人口の増加が始まり、集落として発達し始めた。その後、自治勢力が武装し、黒田の悪党と呼ばれ荘園支配から逃れようと、地主に対抗したことで中世日本史に名を残す、地域である。 荘園支配に抵抗してはいたが、実際に東大寺との関係は深く、年中行事であるお水取りでは、当地で伐採された木材が使用されるなど名残を残す。しかし、宗教文化が実際にこの地に花開いているわけではなく、花々しく飾られた今風の宗教施設のほかは、山村地域に枯れた風景を彩る山寺が参見されるのみとなっている。 悪党は独特の戦闘知識や薬学体系を背景に後に忍者と呼ばれる存在となる。その中でも伊賀忍者の名前はあまりにも有名であるが、故に発祥の地は北に隣接する伊賀市であると誤解を受けているが、実際は伊賀地域全体に広く忍者の生活、活動した跡が見られる。伊賀忍者の技。 術、道具などの展示は赤目48滝入口付近に、ある展示施設にて行われている。1579年から1581年に、かけ、忍者による陰謀が発端となり、織田信長親子による、伊賀忍者殲滅作戦、天章伊賀の乱が二度にわたって展開され、名張の地は、文字通り章度と化した。現在は、天章乱れ大孔などの伝承により当時の様子が、 物語られている。現在の町は、伊勢参りの宿場町が原型。明治以降も1922年に、伊賀上野駅からの局地的な地方鉄道が通じただけだったが、1930年に、三宮急行電鉄が開通して、大阪方面との交通の便が向上して、発展の礎となる。1954年3月31日に、市政施行。 その後、大阪方面への通勤者のために大規模な団地が形成され、それにこうするように郊外型の大型商業施設も相次いで開店した。このため、伊賀市とともに、伊賀地方の商業の中心となっている。歴代市長三代目、市長、富永英介の金銭問題の反省を受けて、以降の姿勢は、情報の開示を積極的に行っている。 市役所が旧市街地から現在の河野台に移転し、それに伴い主要な役所も相次いで旧市街から移転したため、それまで経済の中心地だった旧市街地域は古い佇まいを残すも、経済の中心地たる地位を維持できず、商業地域の中心は国道165号沿線地域及び大規模造成地である気郷が丘へと移り変わっていった。現在、 市はこの旧市街区の経済活性化を目標に文化、観光資源としての利用を検討している。原意合市エリアとの合併賛否を問う住民投票秘訣により今後の安定した市政志向のための財源を確保するためあらゆる支出の見直しを市当局は行っている。任期 2018年8月31日から2022年8月30日2019年10月2日現在、なお、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県。第2区、三重県議会議員選挙の選挙区は、名張市選挙区となっている。1999年の市政執行45周年、記念に制定された。一覧稲作、ぶどう、いちごなど。 どう、いちごは観光の応援として青レンジ湖周辺で行われている。京阪神、名古屋方面からの集客もあり。また、水がきれいで日本酒造りも行われている。酒蔵複数あり。関西圏と中京圏の中間にあるという地理的利点を活かして、市内に工業団地が複数造成され、昭和電工、マテリアルズ、国与、藤森工業、 ノーベル聖火、ニッタ、富士シール、トステムなどが工場を建設、稼働。宿場町であったことと、数ある観光資源、自然が残っていることを生かした観光関連業。関西と東海の中間点であることから、関西系、東海系がそれぞれ出店日清食品の丼米きつねうどん、天ぷらそばの東日本仕様と西日本仕様が、 同じ市内で買える。同様に、関西限定品と東海限定品が、同時に購入可能なことも多い。人口急増が10年以上続いたため、成長市場として、国道165号沿線に大店舗の出店を、計画する企業が後を絶たない状況が続いているが、人口、及び、証券の拡大が昨今伸び止まりの傾向が見られた。 ことや大店舗同士の競争の激化などで人知れず、閉店している店舗も数多い。ショッピングセンタースーパー大型専門店、名張郵便局市内の公立小中学校では2020年までに、全校で、小中一貫教育を導入する計画がある。2015年秋より、名張市立南中学校と、名張市立つつじが丘小学校を、モデル校に指定し、 中学校教員が小学校で授業を実施する中学校の体育祭に小学校5.6年生を参加させるなどの取り組みを行っている。廃校となった小学校名張警察署名張市立図書館市の中心となる駅、名張駅名張駅全国市は三重県内では名古屋市で発行されたものが販売されているが、名張市では 大阪本社で発行されたものが販売されている。中部地方のブロック市である中日新聞も販売されている。また、スポーツ新聞も名古屋市で発行する中日スポーツを除き大阪版が販売されている。産経新聞、伊勢新聞は市局、通信部とも置いていない。赤目48滝不動滝少連事故、小侍。ありがとうございます。